戻りましょう。あ、戻ってくれるか。戻りましたね。ありがとう。ホーリーボルダーに、うん。うん、もうだいぶ変わったな。フリーエンジェン、来てくれてありがとう。あれもうほんと変わったな。なんかウレンジェもなんか困惑するんじゃない。ここまで変わると私の想像を上回るほど逼迫しています。まさか彼があの声を聞いて混沌するとは。うん、ほんあなたも聞いたの。画面を閉じてしまった。ああ、これ画面閉じたってことは録画できてるかな。ええ、おそらくは皆さんと同国に言葉の真意を聞き取ることは叶いませんでしたが、うん、ちょっと録画できてるか心配になってきたんだけど。同じ現象と見て良さそうね。どう、率直に聞くけれど、アシエンの仕業だと思う？違うんじゃないかな。今の段階では何とも推察しようにも、あまりにも情報が不足しています。うん、なればこそまずはサンクレッドの容態をこの目で確認したく。ほうほう、じゃあ急いでアラミ語へ戻りましょう。また戻るんだ。その前に少しいいかしら。実は東方のいくつかの地域である現象を感知していてね。ははは、さっき言ってたやつか。それはもしや局地的なエーテル量の低下ですか？うん、ああ、そっかそっか。あのさっきの祠で感じたエーテルがこの空間だけ下がってるってのは、確かドマの起源館の近くで採掘士かの人に関わるなんか会話で言ってた、あれとつながるってことか。驚いたわね。その通りよ。私は東方の2つの地域でそれを観測したのだけれど、もしかしてエオルゼアでも？ええ、万神関連の調査に派遣していた者たちから同様の報告が多数寄せられています。ほうほうほう。彼らによればその周辺に万神召喚の形跡は見られない。しかしながら異常なほどエーテルが枯渇していると。ほうほう。東方とエオルゼア、二つの地域で偶然同じ現象が起きるとは思えない。調べてみた方が良さそうね。うんうん、この枯渇があったのも、なんだっけ、第七霊祭の前にあったんだっけ、同じような現象が。でさっきの声の中の並行して調査をつ、ん、あ、なんか音声バグったのかと思った。あ、今度はウリエンジャーが行くのか。声が向こう側に聞こえます。私を呼ぶあの声が。ははは、あ、こうやって順々に行くわけか、向こう側に。うん、あ、そうか、そういえばウリエンジャもいたな、なんか。ああ、ああ、ここ全員行くんだ。聞こえる、私にも。うん、やだな、なんかこういうの。何時なり、うん、何時なり。分かった分かった。そんな、これやっぱ内田優馬さんか。内田優馬さんっていうか、内田優馬さんが、フリエンジェ、うん、我に門を開け。うん、門を開け、どうやって？ああ、二人が言った。うん、ヤシトラ、フリエンジェ、どうか、どうか目を開けて。
ということは第一世界には暁に当たるような組織はないんだ。目を開けてよ、お願い。まあ、確かにあの闇の戦士たちが活躍してたっぽいしな。お願いだからこれ以上私の前からいなくならないで。うん、この段階でさ、この次の、なんだっけ、あのヴィランズで、ここら辺のキャラクターたちに当たるキャラが出てくるっていう風な情報は出てたのかな。うん、まあ出ているわけないか。出てたら、ああ向こうに行ったんだなっていう風に今の僕の意味分かっちゃうもんね。と言っても僕もその漆黒についての情報はほとんど手に、入れてないんですよね。システム的なこと以外は。で、ホーリーボルダー口が回らん。なんということでしょう。うん、で、アリアムさん、そうだな、ちょっとここら辺の話を聞いてこよう。よし、ではアリゼ、じゃああとはアリゼと僕が向こうに行けばいいのかな。うん、目の前で倒れたのです。無理もありません。ヤッショラさんとリエンジェさんは別室に運ばせていただきました。うん、でもこうなった以上3人とも同じ場所で容体を見た方がいいでしょうね。うん、ははは。うん、みんなも動揺しているだろうし、あなたからこれからの方針を伝えてもらえる。私は少し行きたいところがあって。これってもしかしてアルフィノにも同じような現象って起こってるかな。うん、となると向こう側でアルフィノと再会ということもあり得るな。ん？リムサロミンさん、あ、ガブか。行こう。もしかしたら暁だけ、暁のメンバーだけが向こうに行ったというわけじゃないのかもしれないし、うん、わかんないけど、例えばあのガイウスっぽいやつとか、うん、どうなんでしょうか。でも向こう側に行って確か第一世界ってアラグ文明はなかったんだっけ、ないんだっけ。まあそれも行けばわかるか。さてさて、ん？はっは、そうなんだ、ガムでしょ。うん、あいつどうなってるかな。喋られるようになってるかな。この足を前に進めるためガブに会っておきたくてね。なるほどね。めちゃめちゃ流暢に話せるようになってたりして、ガブ。ちっちゃいな。お待たせいたしました。お？声がある。この声ってあの、なんだっけ、ナナモの辞書の声優さんかな。ガブ、久しぶりね。うん。ああ、まだか。まだ喋ったりはしないんですけど、暴れるわけでもなく、状況としては変わらずといったところです。うんうん、そっか。今も必死に心の中で戦い続けているのね。うん、偉いね、ガブ。うんうん、なんかもうアリゼが母性。うん、アルフィノと話したことがあるの。時間ができたら二人であなたに会いに行こうって。でもまだその約束はお預けね。うん、ねえ、こうして三人でいるとあの時の星空を思い出さない？ああ、あったね。これ夜なのも、そのあの時も、何かを失った悲しみや無力感に苛まれてた。
でもすぐ近くにはアルフィノがいて、石の家に行けばみんなが迎えてくれた。ふんふん。だけど今は、うん、反壊してるからな賢人たちは。出会いや別れは幾度も経験してきたわ。世の中の不条理や自分の力の限界だって嫌というほど知らされてきた。それなのに私はまだ、兄や仲間の危機を前にしてもこうも無力で、それがただ悔しくて。うん。あ、まだ自分がいる一人で抱え込むな。うん、まだ自分がいる。自分ってのは僕のことだよね。僕がいるじゃん。ありがとう、頼りにしてるわ。うん。アリゼが、くよくよするのはここまで。うん。いつものアリゼになった。みんなを取り戻すために。うん。うん？なんか喋るか。喋らんのか。めちゃめちゃいい声だったりして。ララフェルのように。よしよし。君まだいるんだ。ガブさんのことは引き続き国家団にお任せください。ブルーエイディン諸侯さからもよく面倒を見るように使っておりますので。ブルーエイディン、うん、じゃあ行きますか。さあここからは、私が歩み出す番組。うん、おう。まあ、この調子だと僕が最後に向こう側に行くってことか。よし、じゃあここは、うん、送ってくれないんだ、石の家に。あ、ということはここで何かパチの切れ目だったのかな。よし、じゃあ行こう。戻る間に考えたんだけど、ホーリーボルダーが言うように各国のギルドや調査機関に協力を要請しようと思うの。うん。エーテル学に精通した二人が倒れちゃったからね。ああ、あれとルルとウリエンジェか。ふんふんふん。あ、アルフィノの探索もドマの忍びが当たってくれている。ほほ。エオルゼア同盟軍も帝国やアシエンに屈さぬよう対策を講じている。みんながさまざまな垣根を越えてこの世界のために動き出しているわ。うん。強大な敵に負けないよう誰一人として諦めずに、私だってで少しでも前、少しずつでも前に進む、うん。うん。わかった。あ、そうか、経験値入るようになったんだ。80になったから。あ、お？うん。そろそろ終わるか。あ、ガレマール帝国。帝都魔道場。さあ、情報戦の効果出てきているんでしょうか。うん。家いるな。ん？この左側にいるのは誰だ？策が功を奏し、民衆派は息を潜めるばかり。ならば今こそ帝国の力を見せつけてやる時ではないか？うん。この二人のなんか女性だよね。左右にいるのって。こんな人たちがいる前でそんな話して大丈夫なのか？皇帝陛下が一声号令をかけるだけでいい。それだけで軍は飢えた狼のように荒み声と殺到し、あのような小国など瞬く間に食らい尽くすことだろう。うん。バリス、ゾス、ガルバス。だんまりか。うん。
わざわざ手間をかけてまで調停者たる私が道化を演じているのだぞ。お前に初めてこの顔を晒した時に誓ったろう。私が持つ力と知恵のすべてを帝国のために振るおうと。その言葉に偽りなしと証明してきたはずだ。そうかそうか、もうこの時点で乗り移ってたんだ。乗り移ってたというか、アレンバルドの線は消えたと。うん、しかし僕はアレンバルドをまだ信じていないぞ。あの神殺しの英雄すらこの体を得た私ならばやすやすと始末できるだろう。一体何を迷う。うん、お前が真実を話しているかどうかが怪しいんだよ。うん、あまり決断を遅らせると確定した勝利さえ揺るぎかねないぞ。悩みの渦を抜け出せたならまた呼びたまえよ、父上殿。うん、なるほど。やっぱその肉体自体は強いんだ。この左右の、うん、帝国軍の兵士が女性ってのがまたなんていうか。まったく。お？ため息をつきたいのはこちらの方だ。ふんふん、誰だ？せっかく役目を演じきって寝ようって時だったんだぞ。それをラハブレアのじいさんが死んだからって呼び出されて。ん？ラハブレアやっぱ死んじゃったんだ。あの時せっかく役目を演じきって寝ようって時だったんだぞ。それをラハブレアのじいさんが死んだからって呼び出されて。これが新たなあれか、黒砲への頂点のやつかになるのかな。本当にエリディブスの心配性は嫌になる。お前もそう思うだろう。うん、これもガレアンかの体に入っているアシエンか。複雑だな。血縁者かな。なんだ、私のこともうんざりか。まあいいさ、こちらとしても今さらお前に家族らしくされる方が面倒だ。これがさっき言ってたおじって人かな。状況をシンプルに捉えたまえ、バリス・ゾス・ガルバス君。なるほど。我が孫よ。え？ちょっと待って、孫ってことはさ、あれソルテ？ソルテだよね。じゃあソルテにいつものこと役目を終えたってことはそういうことか。お前に決定権はない。すべきことをただ迅速になせばいい。ああ、こういう性格だから唾を吐きかけたんだ、棺に。役目を終えたってのは皇帝としての役目を終えて寝ようって言ったね。寝ようってことは、うん、まあ、つまり死んだってことでしょ。あ、そういう流れなんだ。エリ・リブスは面倒なやつだが、調停者としての選択は、まあ、間違えることがない。だからキャラとしてはこの真ん中にいるこのソルテが、ソルテだった人が、あのアシエンの黒砲へのってことになるわけですよね、立場的には。まあ確かにこういう光と闇の均衡を取るにあたって、うん、邪魔な因子があるというなら排除して叱るべきだろう。光と闇の均衡、その均衡が崩れたのが第一世界か。殺せよ、戦争でも何でも使って。そのために大きくした国だぞ。そのために、この私、うん、初代皇帝ソルがな、うん、これあれちょっと待って、
これアシンのラハブレアン、いかにもって顔だ。お前も存外わかりやすい男だな。ラハブレアのじいさんが死んだってのはもう魂ごと完全に消滅させられたってことでいいのかな、あのラハブレアは。それともその魂が今このソルテに憑依してるっていう形なのかな。ちょっとわからん、まだ情報が少ないか。同情はしないが、多少なりとも哀れには思っているさ。知らないまま踊らされていた方がまだ幸せだったろうとな。アシエンがもしこのソルテイ に乗り移っていてこの性格なのかな、乗り移ってなくてもこういう性格なのかな。まあ乗り移ってなくてこういう性格か、あの棺に唾を吐きかけた下りからして。乗り移ってるのか乗り移ってないのか、そこら辺ちょっと。国府ソルはアシエンだった。偉大なるガレマール帝国は、あ、そういうことか。そいつによって世に戦乱の種をまくため作られた国だったのだ。ほう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 、まあ確かに合理的に進められるか、その方が。なんて恨むなよ、これが私の仕事だ。うん。霊災を起こすには大きな力がいる。そのために影響力の強い手駒を作っておくのはシンプルかつ効率的だ。うん。この仕事をそこそこ長い間やってきたが、ガレマール帝国はそれなりに上出来な部類だと言える。アラグ帝国ほどではないにしてもな。うん、やっぱ噛んでるんだ。まあそりゃそうか。どう？うん、まあそんなことしても無駄なことは分かってるんだろうけども。ペラペラと化け物がよくしゃべる。うん、良いか、人の歴史は人が紡ぐね。どっかで聞いたセリフだぞ。おい、いいね。やっぱ12っぽいな。無駄な労力を使わせるのはやめてほしい。これ部下2人いる前でやっちゃって大丈夫なのか。それからお前も皇帝なんだから、人がどうのという大使は私でなく周具の前で垂れてやれ。使命感に火をつけられれば儲け者、使いやすい駒が手に入る。このシーンでゾスの印象がガラッと変わるな。拗ねている時間は終わりだぞ坊や。坊や、お前だって今日2度目理解はしているはずだ。これは人と世界を真なる形に戻すための戦い。その点において私たちアシエンとお前の目的は一致しているだろう。なるほどね。なんかいろいろとものすごい情報が出てきたな。ん？レジス、あ、帝国属州レ、あ、レジスタンスの野営地。これってもしかして、ああ、ここではっきりとわかるかな。どうなんでしょうか。レジスタンス。今まで倒してきた誰かにも会えるかな。出てくるかな。リビアとか。ん？なんということだ。ああ。
襲撃を受けたんでしょうか。ガイウスらしき人はあまり動揺していないようですけど、あれ違うわ、もしかしてリビアってあの女性の人がリビアなのかな。戦闘の痕跡はないようだが、この様子からしてアルフィノはさっきの声は聞いてないっぽいな。あ、でもリビアって確か双剣か。どうなんでしょうか。よもやあの兵器に手を出すとはな。兵器、あ、じゃあ魂を抜き去るあれか。あ、毒ガス。かつてギラバニアにいて帝国軍の手で開発された毒ガス兵器、その名を黒バラという。だが黒バラは研究、資料を含め全て破棄されたはず。それを掘り出し使用するなど。黒バラ、過去も卑劣な手段で導くべき民を殺して何とする。そろそろネタ明かし来ないか。人を導く気などはなからなかったか。我々はアシエンの影を追ってここへ来た。つまりこれからは、つまりこれも奴らの。アシエンは争いの火種をまく存在。この惨状もその一端やもしれませんね。黒バラ。今一瞬眉間が緩んだような気がしたけど、気のせいでしょうか。こんな音楽あったっけ。さあさあ、あった、まだあるんだ。